はい、おはようございます。食事ボックスは今日はこちらご覧ください。この大雪じゃないけど、まあ、小雪ぐらいかな、降ってます。そんな寒い中ですが、今日も1日動画配信していきますので、オープニングからスタート。始まり、メインディッシュはこちらがベーコン、厚切りベーコンが中に入ってるベーコンと卵、スクラグブルエッグとチーズを乗せたパン、そして寒すぎるホットミルクから始めたいと思います。雪が降ってるんで、今日一日張り切っていきましょう。はい、しっかりデザートも食べて、もうね、今日はね、せっかくなんでね、せっかく雪降ったんでこちらから行かせていただきます。それでですね、本来大根工事はですね、こういう雪とか雨、土が生んじゃうんで仕事はしません。そんな常識はポンコツマジオには通用しません。じゃあやってやろうと、掘りやすいだろ、簡単にシュッてできるだろうって、そういう動画をね、ちょっと撮っていきたいと思って、うまくいくか分かりませんけど、もう炭を出さずに、こう通りも決めずにですね、パスッとまっすぐ掘ってみたいと思いますんで、一番そのまま動画からさあどうぞ。なんとか雪の中、大体ね、これあの仮掘りって言うんですけど、ざっくり掘りました。それでですね、もう雪で体が寒いんで、今日はひとまずね、この辺で穴を掘るのをやめて、明日、長張りっていうやつやってね、天気が良くなったらここをまっすぐして、路盤っていうのを作っていきたいと思います。さあ、この後は、昨日購入したね、型枠材、ここをコンクリート打つ型枠材ですね、その型枠材を加工しますので、次はその動画でお楽しみください。ポンコツ番長は昼飯だ。はい、すいません、いい動画撮ろうと思ったんですが、急にですね、街に行かないといけなくなっちゃったんです。まあ、帰りが間に合うかわからないんですけど、前は間に合ってタクシー乗ったら6,000円。まあ少しね、ちょっと行ってみたいと思います。で、朝準備していた今日の晩ご飯に使おうと思った食材を案内して締めにさせていただきたいと思います。さあ、こちらが、赤エビですね。赤エビの天ぷらにしようと思って、で、これは牡蠣と菜の花とえのきと椎茸と玉ねぎ、こちらの天ぷらになってます。ちょっとね、バスの時間が間に合わないんでね、ポンコツおじさん、ポンコツ番長はね、急いで街に降りたいと思います。40分かかるんですよ。もう頑張って行って、もう帰りのバスに間に合うようになんとか乗り切りたいと思います。それでは、この続きはまた明日。